はい、皆さんこんにちは。蕎麦職人の小谷です。売掛金を最大限に効率化させるブランディングをご紹介します。まずはチャンネル登録をお願いします。レストラン事業、レストランを運営しているだけでは競合店が出てきて食い合いになりますので儲かりません。簿記をマスターして不景気にも強いレストラン事業を一緒に勉強していきましょう。売掛金を増やしていくにはブランディングをマスターする必要があります。僕の友達アレクサさんにブランディングについて聞いてみましょう。アレクサ、 What is a branding? Branding is a form of the word brand. As a noun, brand can have a few meanings. 1. Kind, grade, or make, as indicated by a stamp, trademark, or the like. 2. A mark made by burning or otherwise, to indicate kind, grade, make, ownership, etc. 3. A mark formerly put upon criminals with a hot iron. 4. Any mark of disgrace.ブランディングについて、ウィキペディアでもう少し詳しく調べてみました。ブランドに対する共感や信頼などを通じて顧客にとっての価値を高めていく企業と組織のマーケティング戦略の一つ。ブランドとして認知されていないものをブランドに育て上げる、あるいはブランド構成要素を強化し活性維持管理していくこと。ここで言うブランドとは高級消費財に限らず、その対象としては商品やサービス、それらを共有する、供給する企業や団体のほか、人物、建造物、史跡、地域、祭事など、あらゆるものが該当すると書かれています。僕が思うブランディングを構築する方法は、商品が、ブレないこと。ブランディングは時間をかけて育てていく必要があるので、コロコロレストランの商品やサービス、コンセプトを変えてはいけません。ブランディングすることでそれらに付加価値がつき売り上げを結びつけることができます。例えばかけそば1杯は A 店で300円で提供していますが、 B 店ではブランディングをマスターして付加価値を最大限に効率化させることによって600円で提供することができます。お客様は限定されますが、買掛金を減らし売掛金が増えるので自動的に利益は上がり、繰越税金資産を作ることができます。ブランディングをすることで簿記の貸借対照表バランスシートの資産を増やし純利益を上げることにつながりますので、一緒にブランディングについてマスターしていきましょう。ブランディングはいろいろな方法があります。一番効果的なのはあなたが広告塔になることです。一番手っ取り早い方法ですので今日からやってみてください。具体的にどうやってブランディングを最大限に効率化させる方法を知りたい方、もっと知りたい方は別の動画も見に来てください。ブレない力、ブレないブランディング。健康になって思考力を上げることにより毎日のタスクをこなしてブレないブランディングを構築することができます。健康になるためにはお蕎麦をおすすめしております。良いお蕎麦を食べてください。乾麺のお蕎麦はいいのですが、手打ちしたお蕎麦に比べて栄養が少ないので自分で手作りした手打ち蕎麦を食べてください。蕎麦の作り方は他の動画を見に来てください。お願いします。次回はブランディングを売掛金につなぐ効率を最大限にする方法を説明いたしますので、チャンネル登録と良いねをしていただき、他の動画も見に来てください。ご視聴ありがとうございました。